ウッドデッキ Q&A、 外交工事中に家を留守にしてもいいですか？お茶出しはいりますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。お仕事などでご自宅にいらっしゃらない方は、ウッドデッキの工事ができるのか、留守になったりしますよね。はい、基本的にはもう外のことですので、お留守でも全然大丈夫です。でただ、電気と お水だけ使えないと困るので、そのことだけをちょっと注意していただきたいと。ですからお留守にするお宅なんかでもちょっとブレーカーはぜひ上げといていただきたいですし、あと水道も外水道がちょっとあるかないかですね、そこら辺をちょっと気を使っていただきたいです。そして留守中にお茶出しができないということも心配される方いらっしゃいますよね。はい、でお茶はですね、基本的に出されない場合が最近多いです。まあ、ただ職人さんはお茶を出していただければ、やっぱりそれはそれで出していただくと嬉しいですから、仕事にもいい仕事につながるんじゃないかなというような感じはあります。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/woodeck